皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではバイブルからの希望あふれるメッセージをお届けしてまいります。それではいきましょう。ホープアベニュー、はい、ホープアベニュー、今日もお送りしております。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間です。さてですね、まあ、2021年4月ももう後半というか終わりの方に近づいていると思うんですけれども、まあ、ゴールデンウィークがね控えておりますよね。今年はいろいろ自粛とかですね、規制ということがよく言われている時代にあるんですけどもね、まあ、そんな中でも神様の愛と力で希望を持って歩んでいけるんじゃないかなと思っています。まあ、ホープアベニュー、希望の道筋ということでですね、皆様にお送りしてるんですけれども、まあ、私自身もですね、この希望というのをいつでもこう考えていきたいと思ってるんですね。まあ、悪いことをね指摘したり、悪いことを探していくとやっぱり心も落ち込んじゃうんですよね。でもですね、希望を持っていきたいと思います。で、この希望を持って生きるために一番必要な力は私は勇気じゃないかなと思ってるんですね。皆様今勇気を持ってこの新しい季節に歩んでおられるでしょうか。この4月から新しい学校や新しい仕事、新しい場所で暮らしを始めている方もいらっしゃるかもしれません。もう慣れたですかね、ちょっと一月ぐらい経とうとしているので、少し慣れてきたんじゃないかなと思いますけどもね。でももしですね、これからの将来に恐れを持っているのであれば、今日こういう言葉をお伝えしたいなと思っています。バイブル、もう2000年3000年もう4000年近く前からですね、人類を勇気づけてきた言葉はこういう言葉にあります。私はあなたに命じたではないか、強くまた大きくあれ、あなたがどこに行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。まあ、こういう言葉がですね、旧約聖書の言葉にあります。勇気を持って歩みなさいと、まあ、一言でまとめればこんな感じかなと思うんですね。強くまた大きくあれ、ね、こういうふうに言われているんです。恐れてはならないと、ね、なんで恐れが出てくるのかなというと、やっぱり勇気がなくなっちゃうからですよね。で、この勇気というのは私どこから出てくるかなと思うと、やっぱり神様が一緒にいるから大丈夫なんだという思いから来るのがベストじゃないかなと思うんですね。自分に頼っていくとですね、やっぱりどっかでこう限界ありますしね。また他の人に頼っていってもですね、どこかでですね話が違うんじゃないかと、まあ、こういうことよくあるわけなんですよね。まあ、私も人生思い起こすとですね、自分に頼ってもダメだった時もあるし、他の人の助けを当てにしてですね、あらーということもですね、まあ、いわゆるはしごが外されたなんてこともありますよね。で、そういった時私たちどうしたらいいかなと思っちゃうんですよ。自分もダメだし他人もダメだったらどうしたらいいんだと、はい、ちゃんと答えがありました。日本では苦しい時の神頼みと言いますけどね、これ決して悪い言葉じゃないと私は思ってるんですよ。先ほどのバイブルの言葉、私はですね、いつもあなたと共にいるから恐れてはならない、おののいてはならないって語ってくださる神様なんですよね。だから苦しい時神頼みいいじゃないですか。はい、人生で行き詰まってしまったらですね、神様、今私の状況は本当に大変です、私は強く大きくあれと言われていますから、そのように歩みたいんです、どうぞ道を開いてください、助けてください。まあ、このぐらいの言葉でですね、神様にこう自分の思いをぶつけてみたらいかがでしょうかね。私も人生のある時です、ある局面で本当に追い詰められた時に神様にお願いして道が開かれたという体験がありますね。はい、今日は主が共にいるから恐れてはならないということをお伝えしました。ホープアベニュー、この季節、この時代にあってもですね、前を向いて歩んでいけるようになりたいなと心から思っております。それではまた次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you. And please remember, Jesus loves you. Bye bye.